それゆけライバルサイじゃライバルせい。つまり、うん、同じ猫科だからいい？あ、何が？喉渇いたな。何か飲もうっと。何飲もうかな。暑い日はやっぱり炭酸かな。あ、新製品だって。これにしよっと。なんだよ、もう小銭足りないよ。お札入れるところって5割近い確率で戻ってくるよね。一両も真っ青だよ。日本ならもっとやれるはずでしょ。地デジもブルーレイもいいけどさ、もっと足元固めないとね。いつもだと350はちょっと多いけど、今日はスッと入るね。はあ、美味しかった。よし、行こうっと。フライパン、フライパン、これなんとかしなきゃ。うわ、焼きそば焦げついちゃって取れないよ、どうしよう。捨てちゃおっかな、今フライパン安いもんね。うわ、もう金属ゴミの回収終わっちゃってるよ。なんだよもう、いつもは昼ごろ回収に来んのに。またアパートに戻って置いてくんのも面倒だし。だからといって近所の目が気になってここに捨てることができないのだ。しょうがない、アジトへ行く途中でどっかに捨てよっと。いや、ここに捨てちゃえ。同じ金属だから他へ捨てるよりいいよね。期待しちゃえばわかんないし。あ、ちょっと大きいかな。お前今何隠した？隠してないよ。お前プロシャイムの怪人だろ、何隠したんだよ。なんだよ、関係ないでしょ。またなんか悪いこと考えてんだろ。なんだよそれ、爆弾か？ち、違うよ。見せろ。うるさいな、もう。ニアサンレッド、レモンクラッ。わけわかんねえ野郎だな。なんで使い古しのフライパンなんか持ってやがんだ。うるさい、やい。痛い。で、何これ。なんで不燃ゴミを週2回回収してくれない。どうすればいいんだろう。ロシアムの肉鬼畜的天体戦士3連と。どうすれば相手を倒せるんだろう。あっ、たく、なんで俺がこんなこと。ルツクさ、言わないな。あー、その袋卵入ってるんだから揺らさないでよ。わかってるよ。なんだよ、ガミガミ。何よ。なんでもねえよ。これだ。お客様ご案内です。おお、ウサコッツ、久しぶりだな。タレミミ先輩、ご無沙汰してます。店でその名出すな。ここでの俺の名はレイジだ。かわいい。この子レイジ君の知り合い。学生時代の後輩さ。もうレイジ君かわいい。おい、マネージャー。あの先輩、僕。わかってる、今案内させる。久しぶりの再会に乾杯だ。乾杯。お前もいい加減酒の味を覚えたらどうだ。ごめんなさい、僕お酒飲むとすぐ眠くなっちゃうんです。まあ本気で酒を好きになった時は大概人生下り坂だ。あ、それにしてもタレミミ先輩、相変わらずモテモテですね。モテるのが仕事だからな。僕尊敬しちゃうな。で、
話ってのは金が？あ、はい、あ、違います。聞いてください、うちの組織と敵対するやつがいるんですけど。敵対？なるほど、そのレッドってやつの面倒見てる女がいるのか。はい、もしレッドがカヨコさんに売られたらきっと一文無しになって自滅すると思うんですよ。つまりこういうことだな。この歌舞伎町ナンバーワンホストであるレイジ様の力でその二人を別れさせてほしいと。そうなんです。いいだろう、恨みを買うのは慣れてる。やってくれますか。世界征服なんてのは俺の主義じゃないが、可愛いウサのためだ。ありがとうございます。いや、相変わらず指名が立て込んでてな。こいつは帰りのタクシー代だ。え、バブルじゃないのに。いいから取っとけ、気をつけろ。じゃあな。かっこいい。ここで貼ってれば来ると思います。午前中は仕事しない主義なんだが。すいません。いいさ。ん、あれか。そうです。好きそうな顔しやがって。お願いします。ん？あ、なんだこれ。乾杯。レッドあの写真見たかな。女が俺に見せた恍惚の顔、あれを見れば自分を負け犬と思い知ったレッドの方が女に別れを切り出すはずさ。ねえねえ聞いて、今朝ねすごく可愛い犬がじゃれてきたの。恨みを買うのは慣れてるさ。顔も忘れたよ。やっぱ最初にコンビニ寄っていけばよかったな。クソ、コンビニじゃねえと。アインしている1リットル98円の牛乳パックタイプの麦茶売ってねえんだよな。自販機だと350ミリで120円だもんな。クソ、パチンコで2万5000も負けなきゃこんなレベルで悩まねえのによ。一緒に行こうよ。ね、家族ってことにすればいいじゃん。俺はいいよ。佳代子が置いていった金の残りは5000円弱、社員旅行から帰ってくるまで1日1000円でやりくりしねえとな。今からコンビニ戻ったら豚丼冷めるしな。500ミリリットル100円のウーロン茶ならすぐそこの弁当屋にあるけど、吉田屋の豚丼持って弁当屋でウーロン茶だけ買うっていうのも抵抗あるしな。マンションの水まずいんだよな、まだ新築で軽気臭くて。あ、そうだ、災害時用に買ったのがあった。あれのも、あれ、戸が開いてる。おかしいな、鍵閉めていったよな。俺、あれ、水がね、俺いつなんだっけ。しょうがね、水道水で我慢するか。あ、あれ、水が出ねえ。なんだよ、断水かよ。くそ、こんなことなら素直に自販機で買っときゃよかった。え、売り切れ、さっきまであったじゃん。っていうか、お茶だけじゃなくてお汁粉以外全部売り切れかよ。汁粉で豚丼って喉通っていかねえだろ。駅まで戻らねえとこの辺もう自販機ねえしな。あー、くそー。泣き面に蜂だよ。え、ここんち洗濯してる？この辺断水してんじゃねえのか。うちのマンションだけ断水のお知らせなんかねえぞ。あ、なんだよ、なんでうちの水道管のバルブだけが閉めてあんだ。ふざけやがって。テビル猫くん、今度はもっときつく閉めちゃうのよ。うん、そうそう、もっとぎゅっと。何やってんだこら。逃げろ。待ってこら。テビル猫くん、僕のことは構わないで、みんな逃げて。そんなことできないわ。お前らな、どういうことだ。あ、なんで人の家の水道止めてんだよ、言ってみろ。あの、地球上の生物にとって一番大切なものは水。そうそう、レッドさんといえど水を断たれれば死からは逃れられない。アホか。
だから人んちの水道止めやがったんだ。暴力反対。せえ、指図できる立場じゃねえだろ。はっ、リュックの水盗んだのもてめえらか。うん、自販機のジュース買い漁ったのも。そうです。てめえらのおかげでおしるこ買う羽目になったじゃねえか。おしるこ買ったの？なんだよ。いや、いくら喉渇いててもまさかおしるこは買わないだろうと思って残しておいたのに。悪かったな。おしるこ買ってよ。バカにしてんのか。俺はバカにしてんのか。痛いよ、やめてよ。今度しょうもねえことしたら本当に潰すからな。やりません。もうレッドさんが頼んでもやりません。本当だな。誓って、レッドさんにそんな真似は二度としません。もう帰れ。はい。ウサちゃん、もう待って、この野郎。おしるこはもらったよ。喉の渇きに苦しむでいいや。くそ、逃げられた。アニマルソルジャー結成の手土産です。本当はレッドの首を持ってきたかったんだけど。いや、で、何これ。恐るべし、悪魔の使いアニマルソルジャー。次に狙うものは果たして